はい、どうも、不明だよです。今回ですけども、明日新ガチャ情報が解禁されると思われますということで、今現在ですね、セレクトボックスキャベツミッキーがね、来て、まあ皆さんかなり熱くて引いた方多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらがですね4月19日水曜日までということで、また4日間開催なんですよね。ということで、はい、この19日の前日18日火曜日ですね、こちらの、11時におそらく情報が解禁されると思います。で、次何来るのかっていうところなんですけど、まあ、新積む確率アップか第2弾のピックアップガチャのどちらかかなと思われます。はい、というところで、まあ、まずはですね、ちょっと、はい、見ていきましょうか。再生リストの方、はい、ディズニーゲームの方はですね、特に更新がございませんでした。で、つむつむ公式チャンネルの方もですね、特に更新がなかったんですけれども、一応再生リストの方ですね、ピックアップガチャに1本利用できない動画が入ってますよというところと、まあ、セレクトボックスにも1本入ってますよというところで、まあ、一応今月あと1回ずつ開催されることが濃厚というところになっております。はい、っていうところでですね、自分が考えうるところのスケジュールはこんな形になるんじゃないかなって思われます。はい、どうですか。まあ新積む確率アップが濃厚かなと思います。期間的に26日にですね、あれがあるんですよね、積む積むくじが開始するんで、まあそれと、同時にですね、新積む確率アップが来るのが確定してるんで、まあ、その前のガチャが、まあ、セレボかピックアップガチャなんですけど、まあ、第3弾セレボを入れてしまうと第2弾ピックアップガチャ、まあ、第3弾セレボ来てから後に第2弾ピックアップガチャっていう可能性もまあゼロではないんですけど、まあ、基本的にはまあピックアップ先かなと思います。で、新積む確率アップとじゃあピックアップ、まあ、セレボ どれが今回来るのかっていうところを考察するとですね、これ新積む確率アップをじゃあ今回先にピックアップガチャが来ましたってなった時にですね、この確率アップがですねこっち側に来ちゃうんですよね。そうなってくると、もうここ22日、まあ、23日からですねずっと31日まで新積む確率アップになってしまうので、まあもうこれは新積む確率アップ濃厚かなと思います。はい、ってなってくるとね、まあ新積むで言うともう飯田さんがね、まあ絶賛かなり強いんで引くかどうかっていうところは迷うところでだとは思うんですけど、はい、っていう感じが自分の考察となります。まあ、ピックアップガチャもいやでも確率アップだよね。これどう考えてももう確率アップしか考えられないかな。もし皆さん予想するんであれば何が来るのかっていうところもね、ぜひ予想してもらいたいんですけど、はい、っていうところになってます。まあなんで、まあ多分コイン稼ぎ期間になるんじゃないかなと思います。はい、でピックアップガチャもね、その後まあ月地系ラスト賞になることはないので、ここがもう第一弾で来ちゃってるんでね、そうっていうのもあってですね、まあ、ここがっつりコイン稼げる期間になる可能性が、まあ、かなり高いかなと思うんで、まあ、今のうちにね、まあ、ちょっと頑張ってもらえたらなと思います。ということで、明日ですね、まあ、情報が解禁され次第、すぐに、動画で展開しますので、皆さんぜひチャンネル登録、しておいてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。